こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと朝早いですね。確かに。ちなみに今日は何食べました？朝ごはん。グミ食べました。え、朝ごはんグミ？え、でも基本朝ごはんって食べないから。はい、そうですね、なんかそういうお腹が鳴らない程度のもの、うん、つまんでみたいな。改めてお名前をお伺いしてもいいですか？一条美代です。あ、美代さん。はい。美代さんってちょっと小柄な感じがしますか？身長何センチ？あ、148です。 148？ はい。ちなみに外でこんなん聞くのあれですけど、はい、何カップ？まあ、E か F です。あ、そうなんだ。日によって変わるみたいな。そうですね、やっぱ女の子の日って、うん、結構あの胸張ったりするんですけど、はい、ワンカップアップしたりとかあるので、うん、はい、そうやって言ってます。ちなみに経験人数って何人ぐらい？はい、経験人数は4人とか、まあ、うん、そのくらいかな。4人なんだ。全員彼氏ですか？そうです、そうです。あ、付き合ったらじゃあ長い？付き合ったら長いです。なんか一途なんです？一途ですね。なんか冷めたとしても相手が求めてきてくれるから、また好きになるまで一緒にいるっていうのがある。あ、そうなんだ。はい。ナンパとかされてもついていかない？いや、もうそうですね、基本ナンパって怖いから、うん、あまり人混み歩かないんですけど、うん、そもそもあまりかけられたことない。いや、そんなことない。ないな。あ、そうなんですね、うん、ってことは彼氏じゃないですか基本的に？そうですね。1日最高何回とかあるんですか？1日は、あ、7回。7回？ 7回。1人の人とってことですよね？そうですよ。どういうスケジュールですか？なんかもうお相手も若かったから、なんか1日何回行けるのか俺やってみたいとかなんか言われちゃって、はい。で、うん、まあ、私もそんな乗り気じゃなかったけど、うん、相手が求めるから、まあそうだなってやる、はい、したみたいな。でも結構もう、あの雰囲気も本当に何もなく、はい、もういきなり始まるから、はい、もうなんかもう全然楽しくはなかったです。いや、とにかくね、うん、とにかくもうやりまくったってだけの。そうですね。回数を稼ぐみたいな。そういうことだ。今まで人生で最高の夜の営み、はい、ちょっと教えてもらっていいですか？あ、トイレですってこと？トイレで？そのトイレはどこのトイレですか？トイレは、あ、公衆トイレ。ただなんかみんなが想像してる、うん、小汚いような公衆トイレではなく、うん、はい、めちゃくちゃ綺麗な公衆トイレが北海道に何か所かあって。あ、そうか、美穂さん北海道出身だからか。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ、何かあるんだ。はい、そういうところで男子トイレに連れてかれちゃってみたいな。ありますね。当時付き合ってた彼氏さん？そうです、そうです。高校生の時かな、うん、だったんですけど、まあ、17で。で、初めてできた彼氏なんですよね。はい、まあ、お家でも一回したことはあるんですけど、はい、ただお家だと、うん、お互い親がいたりとか、うん、で、お金がないかホテルにも行けない。でも向こうが結構すっかったんで、はい、どこでやろうってなって、はい、トイレ行くってなって。そうなんだ。そうなんですよ。でもどうでしたか実際、美穂さんトイレで。正直今までその彼氏とも何回かしても、うん、全然気持ちって感じたことなかったんですよ。あ、そうなんだ。そう、一回もなかったんですけど、うん、そのトイレの時は、うん、もう狭いじゃないですか、うん、で、体勢が立ってする感じじゃないですか。そうですよね。そう、それ初めてやったんですよ。で、まあ、密室で、で、隣誰か来るかもしれないとか、うん、なんかいろいろドキドキしながらしたのが多分そのね、なんかわかんないけどすごい気持ちいいって思えちゃったの。あ、そうなんですね、うん、ちょっと今こんな公園ですっごい気持ちいいなんてちょっと言ってしまいました。こんなちょっとすごい綺麗だな。綺麗だな。あ、じゃあなるほどね。初めてで、そこでじゃあ行ってみれば、うん、初めて気持ちよさを知っ
った。そうそうそう。でもすごいそれがやっぱ今でも鮮明に覚えてて、で、は気持ちよかったなあの時っていう。うん、あ、そうなんですね。うん、思いました。あ、他になんかそのお酒とか飲まれるんですか、みおさんは。あ、お酒大好きです。あ、大好きなんだ。はい。なんかお酒とかでちょっとやらかしちゃった体験とかって。ありますね。あるんですか。引くかもしれないですよ。いやいや、そんな引かないですよ。だって私は覚えてないんですよ。酔いつぶれちゃったってこと。酔いつぶれたというか、うん、記憶が本当にバツッとなくて、あ、そんな中で、はい、まあ、繰り広げられてたことなんですけど。はい、はい、当時付き合ってた彼、まあ、いまして、はい、でその彼、まあ、結構年上なんですよ。はい、でなぜかその彼の職場の人たち、はい、その集まる、はい、そういう飲み会があって、うん、私もなぜか参加することになって、うん、でも緊張するじゃないですか。そうですよね。そう、ね、うん、でお酒あまりその時強くなかったんですよ。あ、そうなんだ。なんかでもあの酔っ払ってしまえばきっと楽しくなるだろうなと思って、うん、で緊張してたから、うん、ガブガブ飲んでたんですよね。逆に飲んで自ら弱そうってしちゃうんですね。そう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 、うん、もうそっからもう記憶バンってなくなったんですけど。なんか二次会行ったらしくて、はい、で私と彼と、うん、その、まあ、マスターですよね、うん、マスターともう一人のお客さん、うん、で、まあ、4人で飲むことになったんですよ。そうなんだ。そうでもう夜も遅いし貸し切りにしようってことになって、はい、でもベロンベロンに私も酔っぱってたらしくて、うん、彼はトイレに行ったんです、うん、そしたら私がなんかその隙を狙ったのかわかんないんですけど、はい、彼の友達、はい、マスターですよね、はい、厨房にいたらしくて、はい、厨房のところにわざわざ私行って、はい、でそのマスターのズボンをガッて下ろして、なんならパンツも下ろして。嘘でしょ。これ始めちゃったらしくて。マジで。って始めて。でも彼氏がいるわけですもんね。彼氏はトイレ行ってる。そうです。戻ってきた。そんなやばいじゃないですか。そう、もう戻ってきたんですよ。え、修羅場だ。修羅場って思うじゃないですか。おいおい、怒んなくて、なんかむしろすごい見入っちゃったらしくて、興奮したらしくて、自分の携帯撮って動画回し始めたんですよ。それで、あの指示してるんですよ、彼が。もっとしろみたいな。いや、変態すぎでしょ。そうで、もう一人いたお客さんが、なんかいいなみたいな感じで見てたから、はい、彼が、入って入ってみたいな、君も入ってみたいな感じになって。止めるんじゃなく煽ってんだ。そうで、スピに塗ったっていう。そういう癖があったのかな。まあ、本人は気づかなかったけど、その時なんか芽生えたらしくて。あ、そうなんだ。そうで、私本当覚えてなくて、はい、で、もう気づいたら車の中で、はい、あれ昨日飲み会だったけど、どうなったのって言ったら、はい、画像見せてきて、はい、その後動画見せてきたんですよ、昨夜の。そうそうそう、そこで初めて知るわけ。お前こんなことしてたよとか出て。え、どう思いました、それ見た時。いや、もうショックで、結構真面目な、うん、もう性格だから、そういうのを知っちゃって、はい、なんか彼氏以外の人とやっちゃったとかっていう気持ちが強くて、うん、はい、まあ、別れようとはしたんですよね。ああ、そっかそっか。だけど彼は、いやいや、むしろそれがいいとか。意味わかんないある種寛大だけど、まあ、ちょっとだいぶねじ曲がった方でしたね。いやー、ちょっと恥ずかしいお話です、ね。恥ずかしい。じゃあ本日はわざわざありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。